激しい漁場争い。和歌山県有田美濃島漁港底引き網漁でございます。2022年12月9日、ちょうど1週間ぐらい前、私はショート動画を出しました。北風ビュービュー吹いていました。ということは、この時期に北風が吹くということは、そうです、マナガツオです。マナガツオのことを知ってください。マナガツオは美濃島で獲れる魚の中で最も高級でございます。そしてあの魚は冬に冷たい風の時、北風ビュービュー吹いたら固まるんです。ということは、一発もし網に入れば数百万でございます。この前美濃島の相場はむちゃむちゃ高かった。キロ単価ね、3000円近かったと思う。3000円近い。でな、この美濃島が休んでる間にさ、他の港では1トン600、1600キロ取った方がおったと。もしキロ単価3000円と計算してごらんなさい。400いくらだよ。まあ3000円もないとしてでもさ、キロ単価2000円だったとしても300万超えておるぞと。すごいぞ。それがな、次の日もその次の日もな、俺たち美濃島が休んでる間にな、他の港では100万単位で取られた方が何隻があったそうでございます。そうなんです、マナガツオです。ということで今日は美濃島は久々の出漁でございます。さあもうね、皆さん今日はマナガツオ狙いでございます。今日はいい天気でございます。マナガツオ取りたいでございます。ほぼ美濃島の底引きの80隻ぐらいの船がそこに集まること間違いないでしょう。半数は集まるでしょう。一攫千金どうだ、見てください。さすがに今日はね、激しいよ。両場争いが激しいぞ。あとは動画をごゆっくりドキドキしながら見てください。マナガツオの時はね、力入りますから。夢にまで見るんだから。俺はもう、俺はな、底引き漁師30年ぐらい前にやっとった、18の時やっとったんだけどな、未だに夢に見るからね。マナガツオいっぱい取ったと、玉で救っとる俺をと何度も夢に見ましたから。それぐらいマナガツオには夢があります。あとはご覧ください。おはよう。あるある。解説いたします。3時に出港した福泉丸は4時少し前に漁場に着きました。で、マナガツオやタチウオやウボで銀色の魚は暗いうちに取れば黒くなります。で、マナガツオに関しては暗がりから入ることは少ないし、なるべくそこの漁場を荒らさないようにと、暗いうちからマナガツオの漁はしない方がいいのになということで、福泉丸は違う漁場に網を掘り込みました。そしてこの網の引っ張る時間をいつもより短くして2回目、そうです、一番チャンスの大きいとされる2回目の網にマナガツオの漁場に向かうつもりでございます。そこで激しさが増します。でな、2回目から行った方がいいのになっていう意見もある一方でな、もう夜の暗いうちからさ、マナガツオのポイントをたくさんの船がやっておった。あれはね、
ダメだよっていう方もおった。やっぱりね、暗いうちに飼ったら夜が明けてから入らないんじゃないかという意見もある。どっちが正しいかはわからないですけどもね、まあでも夜が明けてからマナガツを狙った方が確率が上がるんじゃないでしょうかというベテラン漁師の意見もありました。あとは動画をごゆっくりご覧ください。
こよ。おお。モンゴーじゃねえよーよ。モンゴー多いでな、今年も。多いよな。モンゴーはねえんじゃん、まだ。おお。正月。おいよ。はい、黒部行こう。おこちゃんは。次や次や。さあ、日の岬沖。まあ俺たちは黒島だしとか名前呼んどる場所なんだけどな。ここはタチウオであったりマナガツオであったりと通り道なんだろうな。いつも出てくるのはそこでございます。見てください、この光。たくさんの漁船がもうやっております。福船丸、まもなく網を入れます。一番激しくなります。皆さん、どっちの方を向いて網を入れたいかとか、そのポイントがあってな、石船っていう呼んでおるポイントがあります。石船、おそらく俺を親父に聞いた話ではな、昔に石を積んだ船が沈んだことがあると、そのポイントを石船って呼んでおると、多分そういう風に言ったと思う。とにかくそこにはポイントがあります。で、その石船のポイントを沖縄にかわすか奈良にかわすかとか、どっちにかわすかってみんなの思惑があります。とにかくそこのポイント、大事なポイントでございます。激しいよ。俺はな、今日はもうこの漁場に来るのは分かっておったのと、網同士がもつれ合うんじゃないかとも予想しておった。みんなそこの近く通りたいしな、いろんな思惑があるからな、どうしてもポイントが狭くなってしまうからさ、もしかしたら網同士絡み合うような事故が起きるんじゃないかと思っております。とにかく激しい。だってさ、マナガツオですから、一攫千金ありますから、一発100万円以上狙いちゃいますからね。見てください。
危ないな、この船どっち行くんかな。一瞬な、カッチンが外れてもたついとる間でさ、この船がな、その石船のポイントの左側を通ろうとしておる感じだ。で、俺たちは右側を通ろうとしておる感じでございます。このまままっすぐ行けば網同士が絡み合ってしまう可能性があるということでな、もう仕方ない、網をやらずにもう一度巻き直しだ、巻き直しで、また違う場所で網をやろうということで、ワイヤーを伸ばしてすぐに巻き上げました。これが基地だよ。マナガツオさえ取れればさ、伏線丸は網を巻くことにしました。またポイントを変えることにいたします。干物うまいらしいな、今。
り。蝶々、三枚。三枚。微妙やな。微妙やな。行くとこないしな。雨にじいちゃうんけ。お。ひものや、ひものや。
こ。お、鬼ぐし。うわ。どうなこれ。あまだいか。お、怖い、ぐらいぐらいする。しろ。しろ。三万。三万出ました。あらい。あらい。でかいな。鬼ぐし。ね。でかいでかい。でかいろ。鬼ぐし死んじゃった。死んじゃねえの。生きちゃう。生きちゃう。え？生きて行ってこんか。生かしたら最高やね。生きときよ、正直。生きったら害なねえやれ。生きたか。これ行か。生きたら1匹3万以上やな。お、生きたか、正直。おお、生きありました。おお、鬼串。泳いどけよ。すごい、正月前に鬼串でした。焼けなねえやれ、今。焼けやろ。1匹でいける。おお、タッチョからお前飛び立っちょから、もうここ行っちゃうましやかよ。そうやな。おちょくってたやつが一番ましやつが。うん、お疲れもこう。うわっはい、お前もイカの隅行こう。いいよ、かかれよ、ほんまに。よいしょ、タッチョ台場だ。おう、あらのタッチョね、いっぱい裏だ。あったな。いい刺しちゃったし。行けてこい。あれ、いかがなこう。タッチョいねえ、するれ。タッチョあら、あれ、いっぱい。ドラゴンいっぱい。おう、いっちゃうまじよ。絵は甘台やったし。甘くし。最高。今日もゆくゆく暴れん坊たくむれ、はいや、登録よろしく。バンボー、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 暴れん坊たくむれ。